本校では、薬野町における丹波漆と漆かきについて述べる。福知山市薬野町は、京都府北西部に位置し、古くから日本でも、有数の漆の産地で、質の良い漆を産出することで知られている。生産された漆は、丹波漆として知られ、京都の伝統工芸を支えてきたとともに、薬野地方の地元経済を大きく支えてきた、制御であった。 漆の生産不振の要因は、明治時代以降の大陸漆の輸入、昭和初期の不況、養産業の盛況による漆畑から桑畑への転換、杉やヒノキの植林が主な要因とされている。明治初年調査とされる、天田郡第五組所営業人名簿によると、漆卸、し、漆中貝を筆頭に二十数種、 営業人214名が記録されており、雑商の50を除けば、漆関経業が数的に、主位を占めていた。1887年頃の薬野町における、ぬかたあきらという地域を例にとると、世帯数21個の内宿や1個を除くすべてが、農業を営む傍ら、漆かきに従事していた。このように全戸が、漆かきというのは特別であるが、薬野町の各地域で、 漆の書き手は多くいたとされる。聖事には書き手の方が多くいたため地元の木だけでは足りず、多くの書き手が漆を求めて出稼ぎに行っていた。その書き手が5月の節の日に連れ立って出稼ぎに行くので、これを5月の節行きと称していた。出稼ぎ先は天田郡を中心に、京都府内は元より、若狭お乳軍、田島、三正か、微中、さらには岩見、 九州まで出向いたとされる。出稼ぎ先では、柿手は、柿さんと呼ばれ、親しまれていた。漆書きの仕事を終えてから次の仕事の手はずを整えることを、山立てという。山立てには、良い木のある場所を、同業仲間で紹介し合い、次の仕事場の選定をするとともに、そこで仕事をするための資金を調達するための段取りも、含んでいる。漆の木の生育度や量費を見て、 仕事場を設定するには、長年の経験と勘が必要とされる。なお、秋に入ると、周囲の木々の緑の中で紅葉した漆が目につくようになるが、どこに何の木があるかわかりやすいので、この時期を利用して山立てをするのが便利とされた。また、綺麗に紅葉した木は、質の良い漆液が出るが、早くから黄色く色づいた木からは、漆が出ないと言われている。 漆仕掛を目指す者は年頃になると思い思いに、親方を取って弟子になったとされる。丹波漆の生産に尽力した絹川孔治氏によると、彼の父は1889年に14歳で弟子入りし、1年目の年収が1円50銭、2年目が2円50銭、3年目が3円50銭、4年目が4円50銭だったと言う。こうした修行期間を終え、 経験を積むことで一本立ちになれたとされる。漆かき仲間だけの山の神港の風習があり、山仕事の無事を祈るとともに、資金融通の話などもされた。初夏、聖夏、秋、晩秋の各時期に採取される漆液は質も異なり、それぞれ特別な故障がある。採取にあたっては、一本の木から毎日連続して取ると樹勢が弱まり、また樹液の質も落ちるため、 常に適度な間隔を空けて休ませながら取る。その際、あまり長く休ませると樹液に水分が多くなって質が落ちるので、5日目に元の木に戻る5日辺が一番良いとされる。例えば、細い木なら一人で400本、毎日100ずつ採取して5日目に元に戻るようにし、太い木なら200本で1日50本とする。これを一人が木と呼ぶ。 樹液の質が良く仕事もやりやすいのは15から16年生の、計5寸、周り1尺5寸くらいの木で、これを中心に300本で一人巻きをすることが、理想的な山立てとされた。初釜を入れる時期は、漆の花が7割程度開花した頃が適期で、丹波では6月上旬である。二変釜、三変釜、 4.5、6辺釜と時間が経つごとに、漆の量や色、粘性なども徐々に変わっていく。初釜から20日余り過ぎると、漆がだいぶ出るようになり、この時期の漆を初漆と呼ぶ。この時期までに初釜、2辺釜、3辺釜、4.5、6辺釜までを行う。7辺釜は6月末か7月初めになり、この変化期から盛り漆となる。 この期間は気温が高く、生地からも旺盛で樹液の分泌も多いため、漆かきにとってはこの7から8月の2ヶ月間が勝負の時とされる。9月に入り気温が下がり始めると樹液の量も減り、質も落ちる。この時期からお総漆となる。この時期に出る樹液は樹脂が多く粘いものである。11月からは瀬しめ漆となり枝漆とも呼ばれる。 この時期でも量は結構出るが透明度は劣る。しかし粘着力が強いため、友禅の型紙を作るのに適し、長方がられた。全国の漆産業が衰退していく中、丹波漆が今日まで継承されているのは、絹川工事士による功績が大きい。絹川市は1948年に丹波漆生産組合を立ち上げるとともに、苗木の育成から植林、 生産と丹波の漆産業を支えてきた。こうした木の川市の志を受け継ぎ、1986年に30から40歳代の農業青年数人から丹波漆生産組合が再構成され、日本各地の同業者や研究者との交流が行われ、漆の研究に力が注がれるようになった。京都府教育委員会は1991年4月19日付で、 丹波漆生産組合宛てに漆柿の技を丹波の漆柿として京都府指定向け民族文化財に指定した。さらに1999年にオープンした農匠の里薬野の薬野木と漆の館では丹波漆関連の展示と漆器製作、出自細工の民芸品作りなどが試みられている。また2009年には文化庁から薬野の漆食採地が ふるさと文化財の森に設定されている。2012年には NPO 法人丹波漆が設立され、丹波漆の普及に尽力している。ありがとうございます。